と一緒に突然コンタクトが取れなくなった学校に対し、学習の子どもたちの学習の機会を奪わないでほしい、子どもたちの学習の機会をしっかり確保してほしい、そういったことを緊急で要望書を作成いたしまして、教育委員会の方に保護者の方と一緒に提出しに参りました。4月のゴールデンウィーク明け、ゴールデンウィークに入る前です。それが私根岸由美子が一番最初に議員活動をした、ものでございます。